どくせえ。毎年のことだからね。父の日だよ。今年はどうする？前回母の日ってスニーカーだったよね。うん、でもあいつこだわり強いかんな。だって俺の親だもん。でもやっぱりこの年になるとさ、色とかデザインよりもどう考えても機能性なんだよね。着やすさだね。うん、あと値段だね。一番だね。じゃあナイキは？ナイキね、うん、ナイキ顔じゃねえやな。アディ顔？アディ顔？そんな感じしない？アディか。え、でも前さニューバランスプレゼントしなかったっけ？した。あれ履きやすかったからね。どうしよっかね今回は。あ、これなんてどう？なんかっぽくない気がする。パパの靴でいいじゃん。いやパパの靴ね。だったらこれは？いや、これは甘いね。ダメ。うん、思ったんだけど、普通じゃないよあいつは。じいじの好きなやつ買ってあげたらいいんじゃないの。でもプレゼントだからなんか選びたいよね。ねえ、ちょっとお前たちも見てよ、これどう？いい？似合いそう。本当に思う？ママはこっちの方がいいと思うんだけど。パパはダメなんだよな、両方とも。え？あ、でもこれいいかもね。どう？届いたよ、父の日。お、早いじゃん。やったー、やっと送れる。ちょっと持ってくる。うん、バイバイ。何がバイバイなの？以上別に。はい、これ。あ、これ届いた。これ？でかいね。でか。意外とでかい。ちょっと真ん中座らせて。届きました。これでじいじは喜ぶんじゃないですか？だね。じゃあ開けてみる。うん。うん。いくよ。うん。うわー！これ？これです。これでいいの？これでいい。これでいいの？これでいいの。いや、引いてんなよ。これです。これ長靴でしょ。いやお前らな、分かってねえな。じいじは畑仕事田んぼ仕事やるんだよ。普通のスニーカー履けねえだろ。お出かけの時は？お出かけの時これで出かけてもらえない。待って言われたのよ、うん、母親に、うん、もう年も年だしさ、うん、農作業中倒れても目立つ色にしてって。いや、これ気づくね。だから田んぼとかで倒れてても気づく色にしたの。なんでオレンジ色なの？だから派手な色。はい、見て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 、はい、ねえ、太油。あ、すごいね。そう、型番は AS320 でございます。アシュニューヨーク。いやいや、アシュニーじゃないの。ちゃんとね、しっかりとしたグリップに。いや、なんか裏側に。こんちゃんははい、安心してください、はい、長靴 YouTuber じゃございません。ちょっとね、撮影の方が遅れてまして、はい、まあ、2、3本ちょっと動画ね、タイミング逃しちゃったので今違う動画を撮ってるんですけども、はい、まあ見てもらうと分かるんですが、うん、今バタバタしてて、うん、それは後日また動画にしたいと思いますので、はい、お待ちください。まあ父の日でね、長靴やったんですよ、うん、まあ我々ね、スニーカーを取り扱っている YouTube チャンネルじゃないですか、はい、うん、足元のものをプレゼントしないわけにいかないでしょうということで、うん、で長靴なんです。靴下でもよかったよ。確かに。確かに。喜んでたよ。あ、本当？うん、よかったよ。防水スプレー振るってた。タイユってなってたからさ。最近当たんないから本当ね。やっぱ地方民のスニーカー YouTuber はね、大変。買えない。買えないんですよ。
というわけで、はい、本日はですね、うん、6月19日父の日ということで、うん、まあ記念する日というか、うん、まあなんかこうイベントごととか大切にする日、うんうんうん、年であると思うんですけども、うん、そういう時にスニーカーをプレゼントしたりとかってする人がいると思うんですよ、うんうんうん、まあ俺もそうで、うん、ファーストシューズとかあげたりするんですけど、うんうんうん、それっていろんな意味があるわけよ。なんだと思いますか？かわいいから。いや、わけわかんない。赤ちゃんが靴履いたらかわいいから。そういうことじゃないわ、それ当たり前。まあそれってファーストシューズを飾っておくことで、うん、まあ服が舞い降りるというか、うん、いいことが入ってくるっていう意味があるらしいんだけど、そうなんだ。靴ってまず大事でしょ。大事。なきゃ外出れねえの。怪我しちゃう、汚れちゃう、うん、それだけじゃなくて、うん、子供のね発達上どうしてもさ、あのちゃんとした靴を履かせるって大事なんだって。あ、足のねっていうのだったり、うん、いろんなねこっちからの意味も込められやすいと思う、うん、例えば、うん、同じ道を歩むとか。くそ。でいいじゃん、別にかっこいいでしょ、そういうの。これから一緒に歩んでいくとか、初めの一歩とか、これからお前の人生は歩き出すとか、かっこいい、空も飛べるはずとか。飛べないよ。そういう意味を込めやすいでしょ。うん、そうだね、うん、っていうことで、うん、まあ、うちはね、うん、ちょっと書きながらやめて。うちの場合は、うん、うちの息子と娘の生まれた年にちなんだものを飾るようにしてるんですよ、うん、それがスニーカーです。うんうん、飾ったりする習慣っていうのを俺はすごくロマンチックだと思って、うん、そのスニーカーをご紹介したいなと思います、はい、その靴がこちら。こちらになりますね、はい、これガラスケースに入ってるのは知っててさ、うん、このモデルが何でとかっていうのは知らないのね。これってすごい靴なの？すごいのかな、すごいかは分からないけど、ちなみにこれは全部中古品です。2016年くらいに俺これ買ったんだけど、うん、その時さ全然新品とかが見つからなくて、あ、うちの子供たちが生まれたのが2013年と14年なんですけども、うんうんうん、で買ったのがこちら2013年14年の NBA オールスターモデルで、こちらが2013年のうちの息子に会った年の、あ、逆だと思ってた。でこちらが2014年のうちの娘の靴、うん、一応俺が履ける毎歳で買ってた。あ、そうなの、履けんのこれ？両方履けるので、ということで、はい、一足ずつご紹介したいと思います、はい、ここから何これ。バカにしすぎだろ。こちらのモデルはですね、はい、2013年の NBA オールスターゲーム開催を記念したスペシャルコレクション、ナイキスポーツウェアから出たコレクションになってまして、うん、トップシークレットエリア72っていうコレクションになってます。エリア72っぽい、ね、宇宙っぽいでしょ。ぽい。 NASA のジョンソン宇宙センターっていうところがある、うん、ヒューストンなんですよ。そこで開催されるっていうことで、宇宙にちなんだパックが発売されたってことです。このモデル以外に、うん、他に4種類のスニーカーが発売同時にされてまして、うんうん、それ含めて全部で5種類のうちの1足になっているというモデルですね。でこちらのモデルは、うん、ナイキのブレザーミットっていうモデルになるんですけども、まあ、全5種類全部共通して言えるのはですね、うん、銀河とか惑星をイメージさせるようなデザインになってますよね、うん、こういうグレー部分がリフレクターになってたりとか、うん、スカラベカラー、いやだそれ、スカラベっていう、スカラベカラーとかさ、真っ暗で前出たんだけど、うん、それってコガネムシって言うんだよ。スカラベってコガネムシのこと言うの、うん、光沢なるメタリックカラーとか、うんうんうん、でうっすらとこれはさ、うん、マーブル模様なんだよね一応、うん、だ銀河でしょ。こういう文字とかもリフレクターになってて、うん、でこういうひび割れてる部分とかこの数種とかもさひび割れてるんですけど、うん、これもなんか惑星の、ね、だから隕石がぶつかったとかさ、ね、そういうのを連想させるようなデザインになってて、ミッドソール部分はドット柄というか、うん、宇宙ゴミって感じするね。これも月とかのクレーターの穴をイメージさせるようなデザインになってるって感じかな、うん、宇宙人いるよね。宇宙人っていうのはね結構こうちゃんとした意味があるんですよ。未来人でしょ。そういう話じゃない。そういう話してない。ちげえ話してんじゃん。宇宙人は未来人とか。
スニーカーの話じゃねえや。ナイキっていうのはこうやって宇宙人のキャラクターを使うことがあるんですよ。ロズウェル・レイガンズっていうナイキが作り出した架空のバスケットボールチーム。あー聞いたことある。のマスコットキャラクターなんですよ。なるほど。ダンクとかでもこれいたりするんですけど。どれ？あ顔違うね。いやこれ後ろね。あ後ろ姿。2002年のナイキの広告で登場したのがこのバスケットボール架空のチームだって。へえ。5人顔全部違う。違うってこれマスコットキャラクターだっつってメンバーいない。なんで5人もキャラクターマスコットいるんだって。楽天イーグルスにじゃあ十何人いるかって。なるほどね。そういうことね。メンバー分キャラクターいたらキモいですよ。それに合わせたって感じかな。でまあもともとねブレザーなんてバッシュだし、このクラシック感のあるブレザーミットを採用して作られたっていうモデルです。へえ。まあこれがその1個でございます。うちの息子って足が長いのね、幅広じゃなくて、うん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 、だったからこのブレザーにした。そこまで見て買った。一応ね。でも今はなんか逆転しててあいつ幅広になっちゃったんだけど。ここからはい、こちら2足目、はい、こちらが娘の生まれた年のスニーカー、うん、エアフォース1でございますね、うん、そうだね。こちらは2014年の NBA オールスター開催モデルになってます、うん、こちら2014年に開催された場所っていうのは、うん、ビッグイージーって言われてたりするニューオーリンズで開催されたんですよ、うん、なんかビッグイージーって呼ばれてるって言われるんだって、うん、まずビッグイージーって何っていうと、うん、ニューオーリンズのニックネームで、もともとはビッグイージーはテイクイットイージーっていう意味から来てるらしいんだよ。もっとなんていうの、気軽に住めるみたいな感じ。そう、気軽に生きろよっていう意味合いっていうかな、うん、まあつまりニューオーリンズの人たちを指しているっていう説があるらしい、うん、でなんかねその挨拶とかでビッグイージーって言って挨拶するとかって言ったりするらしいよ。気楽に行けよっていう意味らしいんだけど。挨拶で、うん、へえ。ニューオリンズをフューチャーしたデザインになっている。で、様々な文化とか芸術が存在してた街らしいんだけど、そのことを踏まえていろんなデザインが混ざってますよっていう意味合いがあって、こういう風になっていると。でもこれって結構豪華なモデルだと実は思ってて、うん、まあ順番に行くとコルクがあって、ナイキといったらね、人気であるこのエレファント。セメントとも言ったりしたんだけど、うんうんうん、このおけけ。うん、ふわふわしてる。ポニーヘアがあったり、コガネムシが入ったり、ね、これ好きだよね。サファリの素材があったり、うん、でこのね数種なんてリフレクターなんで、うん、真ん中はクロコダイルだ。ミッドソールの上部分はキャンバス使われてる。はい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 、本当だ。中端はメッシュで、うん、タンロゴとかかとはヌバック、うん、あとシューレスホールの周り。あ、そうだね、シューレスホールの周りもヌバック。そう、すごないこれ。これすごいし、すごいし、私ここがめっちゃ好き。こことここ。そう、ここはロゴ。ガンメタですわ。ガンメタリックですわ。めちゃめちゃこれ豪華な素材だよね。これすごく可愛い。ライニング部分はさ、うん、これなんだ。こういう風に柄が入ってるしね。バスケットボールのコートがあったりとか、会場をイメージしたような、なんかね、バスケットボールにちなんだなんか絵が描かれてますね。でなんでこれ娘に選んだかっていうと、うん、無難な靴だし絶対的に売れている靴だから、うん、一生これは消えることないブームだろうなって思ってたから、女の子も絶対履く時代が来ると思ってエアフォースワンにしたと、うん、で見てこのガムソールというか、どんだけちゃんと作られてんのこれ。高そうだもんだって見た目。俺が買った時これ15,000円、うん、で箱なし、うんうんうん、でこちらのモデルが12,000円、うん、で箱なし、うん、今の中古そばはわからないけど、うん、調べてみる、うん、これ高そう。こちらはですね、うん、相当少ない数だけど、うん、ストック X で何足か出てますね、うんうん、4万から5万の間くらいかな。中古だからね、もっと、うん、価値は下がるとしても、うん、そんな感じで取引されてるみたいですね。
Google で調べるとね全然出てこないこのモデル。なんか俺どっかでこれ見た気するんだよね、うん、なんか最近いやどっかのスニーカーショップでね多分エイトキックさんとかベースメントさんじゃないっけ。私が見かけたのはトリプルチャンネルさんのなんか今日あげる動画ですみたいなストーリーズだったような気がする。あそれでなんか こういう感じでなんかチラッと映っててあのカスタムをやってて、うん、ヒゲミルクさんとかにプレゼントしてた、うん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 、トリプルチャンネルさんね、そうそうそうのストーリーズで見かけた気がするんだよね。同じくらいの登録者数だよね。ちょっと上かな、ちょっと上かもしれない、うん、同期じゃないですかじゃあ同期のチャンネルの方ですね。すぐそうやってから。いやなんかせっかくならさ同じくらいの人たちでか頑張っていきたいじゃない。まあまあまあ、それ言ったら最近結婚されたんだよ。そこまで知ってんだ。知ってる。奥さんも、あ、鳥嫁ちゃんって言って、最近動画見た見た、サムネ見た。見てんのかい。最近サムネ見た、それ。いいなぁ。あの人すごいよね、技術が。自分でやれるってすごいよね。何個か動画見てる。あ、ほんと？うん。あ、そうね。じゃあこっちは？素材はこっちの方が高そうだよね。高そう、すごく高そう。こちらはストック X を見ると、うん、今出てきてる感じだと、まあ一個ぶっずば抜けて高いのあるけど、こちらは 3,4 万くらいみたいですね、ということで今回はこういう2足のご紹介になりました。はい、まあスニーカーとは言わず、うん、まあいろんなものをこうやって飾っていく習慣は俺はいいなと思ってるので、うんうん、親父の片身の時計をつけると、うん、うんうん、あるね、そういうのと一緒だと思ってて。いいじゃん、じゃあ仏壇に AJ4 飾ろうか。ファンキーだね。何が本気か分かんないけどそういう一足があってもいいと思う。うちはこうやって記念日というものを大切にしているという家族でございました。はい、めっちゃいいパパだね。もうねもうねというわけで、はい、こうやって記念日を形に残していきましょうということで、誰かの何かの参考になればいいなと思います本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また見てください。